幹事社の北海道新聞です。それでは市長の方から冒頭よろしくお願いいたします。8月もですね、20日ということになりまして、今年は例年とは違った夏休み、お盆ということを過ごされた方も多いのではないかというふうに思います。市内の小学校も昨日から新学期が始まりまして、中学校も来週24日から始まるという状況であります。子どもたちにとっても短い夏休みという異例の状況なわけでありますけれども、まさにこの原因である新型コロナウイルスの感染状況というものが全国的にでもですね、7月中旬からまた増えてきているという状況がございます。本日は現在の市内の感染状況についてご報告をさせていただきますとともに、改めて市民の皆様にご注意をいただきたい点を私から呼びかけをさせていただきたいというふうに思っております。まず市内の感染状況でありますけれども、昨日19日現在で患者さんが77人という状況であります。でうち重症の患者さんはお二人ということであります。グラフ、これは6月からグラフでありますけれども、7月中旬から少しずつやはり感染の拡大が広がってきて、感染者が確認をされているという状況で、8月に入りますと10人2桁を超える日もですね、多くなってきているという状況ではありますけれども、他の地域、大都市圏ですね、他の大都市の状況からしますと、急速に7月中旬から感染が拡大をしているという他の地域と比べますと、一定程度、一定数にですね、収まっているという、なんとか踏みとどまっているという状況にあろうかなというふうに思っております。これは市民の皆さん、それから事業者の皆さんが感染拡大防止について日々心がけていただいてきている、そういう結果がなんとか低い数字で収まっている状況かなというふうに思っているところであります。医療機関の皆さんにはですね、非常に長期間にわたりまして、この北海道早い時期から感染が確認をされておりますので、この夏休み、お盆の状況についても、休日、お盆休み問わず、ご対応を医療機関の皆様にはいただいている状況であります。改めて感謝を申し上げたいというふうに思います。7月以降、よくすすきの地区におけます、右折接待を伴う飲食店に多く感染者が確認をされたという状況を受けまして、7月の23日から地区内に臨時 PCR 検査を開設をいたしました。また7月30日からはお店単位での検査、いわゆる出前型の PCR 検査ということも行って、検査体制を強化してまいりました。これまでこのすすきの地区の臨時の PCR 検査センターと店舗単位での検査合わせまして、これは7月の23日から8月の18日までであります。けれども検査数は1431件、そのうち陽性の確認をされた方が25人いらっしゃいます。これはあくまでもこの臨時 PCR 検査センターとお店単位での出前型の検査の状況であります。で、単純にこの人数の比率を見ますと、陽性率は 1.7% という状況でございます。この臨時の PCR 検査センター以外のところにでもですね、検査、何か症状があってお電話をいただいて検査をしているという方もいらっしゃいますので、すすきののいわゆる接待を伴うお店の方がすべてここだけで
ということではありませんので、単純にこれがすすきのの陽性率ということにはなりませんけれども、臨時のセンターと出前の検査、この状況の、これまでの検査状況について、お知らせをしたいというふうに思います。すすきの地区におきましては、これまでもすすきの観光協会がガイドラインを策定いたしまして、早くから、5月からですね、ガイドラインを策定をして、感染対策ということを取ってまいりました。そして、すすきののお店でですね、感染防止の対策を取ったお店に対する助成金の交付ということも行ってきたところであります。そういう意味では早くからこういう対策を取っていたということと、7月に入りまして、いわゆる夜の街関連の感染者が多く確認をされているという状況の中で、北海道と合同での対策チームを設置をしてですね、対策を強化をしてきたところであります。先ほど申し上げました臨時の PCR 検査センターの設置、こういったことにも取り組んできたところであります。これらのですね、臨時のセンターでの検査を受けられた方の中には、無症状で検査を受けられたという方もいらっしゃいました。これらの取り組みを早く行ったことによってですね、感染者の早期発見、早期対応につながっていると。先ほど陽性率の数字ございましたけれども、単純に全部そこで全てという状況でありますけれども、一定程度の数字に抑えられているという状況にもあろうかというふうに思います。事業者の皆様には引き続き、すすきの観光協会が作成をするガイドラインに掲げた感染防止対策の徹底ということをお願いをしたいというふうに思いますし、また利用される方もですね、マスク着用などの対策をしっかり取っていただいて、楽しんでいただきたいというふうに思います。多都市の例を見ますと、いわゆる繁華街、夜の街関連で若い人の感染が拡大をして、そこから友人であるとか家族、職場というところにですね、感染が拡大をして、いわゆる市中感染が広がっていって、全体の感染拡大につながっていく、そして、医療機関ですとか福祉施設などですね、高齢者の方々がいらっしゃる場所にですね、そこに飛び火をしていって、高齢者の方の感染が拡大をしていくという傾向が、これまでも出てきております。そういう意味では、まずはこの繁華街のですね、感染、いわゆるそこからの感染が拡大をしていく震源地ということにならないようにしていくということが重要かというふうに考えておりまして、引き続き PCR 検査センター各店舗に対しまして、今北海道とともに各店舗を回ってのローラー作戦も行っております。こういったところで感染防止をしっかりしていただく、あるいは早期の PCR 検査を受けていただく、こういったことを引き続き呼びかけていきたいというふうに思います。加えてですね、これまでの活動に加えて、よりこの感染防止対策を進めるために、次のような対応を進めていきたいというふうに思います。北海道医療大学さんとですね、すすきの観光協会が共同で抗体検査を行うこととしております。ここへの支援をしていきたいというふうに思います。ここは今の PCR 検査、私ども保健所が行っている臨時の PCR 検査センターは、いわゆる接待を伴う飲食店での従事されている方、あるいはそこを利用されている方ということで、お店の範囲を限定をしておりますけれども、この抗体検査につきましては、そういう接待を伴う飲食店以外のお店、居酒屋さんですとか、そういったところも含めて、大学と観光協会が抗体検査を行うということを予定をしておりますので、それに対して、市としても支援をしてサポートしていきたいというふうに思います。
それからやはり飲食の際、まあ、一次会の時はですね、マスクをしている方は比較的注意しているようですけど、だんだんお酒が入ってくるとですね、マスクを外して、まあ、歩く若者も散見をされるということがございます。まあ、そういう意味ではマスク、改めてマスク着用についての啓発、すすきの地区等でも行っていきたいというふうに思います。それから、まあ、これまですすきの観光協会を通じて、行っておりました感染防止対策助成のかでありますけれども、まあ、これは観光協会の会員さんから始めておりましたけれども、まあ、これをその他会員以外の店舗についても拡充をしていきたいというふうに思っております。そしてこういった対策を取ったお店、まあ、今もステッカーを貼っておりいただいておりますけれども、それだけではなくて、まあ、店舗マップを新たに作成をしたりですね、ウェブサイトなどで、こういったお店をですね、まあ、感染拡大の防止の実践をされているお店がより、まあ、分かりやすくお知らせできるような、そういう対応も取っていきたいというふうに思います。まあ、そういう意味では繁華街であるすすきのが、まあ、感染の今後の感染拡大の震源地とならないように安全安心、まあ、楽しめる、まあ、そういう地域であるということを観光協会の活動などを支援をしながらですね、札幌市としても対策を取っていきたいとこのように思っているところであります。続きまして、まあ、最近の感染者の発生動向を分析をしたところでありますが、これは7月の1日から8月中旬までのデータに基づくものでありますけれども、いわゆるこのすすきのの夜の街関連以外の方にも広がりが見えてきてございます。家庭内での感染、それから病院内、高齢者施設、まあ、会社、職場でのということで、こういったさまざまな場での発生状況ということも出てきてございます。増えているという状況であります。比較的、そしてリンクなし、リンクの上ないですね、感染経路のわからない方の割合もですね、少しずつ増えてきておりまして、この7月8月の中旬までのデータの中では4割近い方の感染経路が特定できないということが出てきておりますので、より今後注意が必要かなというふうに思っているところであります。で、比較的まだその若い世代の方の感染が多く確認をされるわけでありますけれども、まあ、そういった感染者の行動の中にはですね、このような共通する項目というものがございました。一つは、まあ、友達数人でですね、仲間同士でカラオケに行っていたとか、まあ、ライブに一緒に参加をしていたとか、ドライブですね、車で旅行に一緒に行っていた、まあ、そしてやっぱり飲み会を一緒に行ったということであります。まあ、これはお店に行っただけではなくてですね、いわゆる宅飲みですかね、自宅で数人集まっての飲み会と会食というようなところにでも、まあ、そこで感染したのではないかと疑いが出るような、まあ、そういう行動をされているという方もいらっしゃいました。まあ、こういった場においてはですね、まあ、どうしてもお酒を飲むと、まあ、声が大きくなりがちになりますので、まあ、ご近所迷惑にならないように窓は閉めてしまうという状況もありますし、まあ、マスクを外して、親しい仲間内ですから、まあ、どうしても家族と同じようにですね、マスクを外してということが多くなるのかというふうに思います。それと、まあ、長時間になりがちだったりですね、まあ、料理を一緒に取ったりというようなことで、まあ、これは必ずしも先ほど申しましたように、まあ、外飲食店でのことということだけではなくて、まあ、自宅でのこういった飲み会などにも共通する、やはり近い距離で、行って、まあ、ある程度の人数複数人がですね、
会食をする、大声を出して話をする、マスクを取るというところで、感染リスクが高まるということについて、改めて注意をしていただきたいというふうに思います。そして屋外であれば3密でないので大丈夫だろうというふうに思われる方もいらっしゃると思いますけれども、屋外でのバーベキューとかですね、そういった場でも感染が広がったと思われるケースも出ております。これは他都市でも確認をされておりますので、やはり近い距離でマスクを外した状態で長時間時間があるとですね、感染の拡大の懸念があると、リスクがあるということをご理解をいただきたいというふうに思います。特に若い方については、症状がなかったり症状が軽いという状況がありますので、どうしても行動範囲が広くなるということもありますので、友人同士の中でこういった行動で感染をして、それを職場に行って職場の中で広げる、学校の中で広げるっていうようなですね、そういう、家族もちろんそうでありますけど、他のグループに対して感染を拡大をするリスクということもございます。実際にですね、これまで陽性の者の確認をした中で、医療機関にお勤めの方とかですね、福祉施設など、高齢者がいらっしゃる場所に、働いている方、こういった方も中にはいらっしゃいましたので、より、そういう職場でお勤めの方はより注意をしていただきたいというふうに思います。まずはやはり一人一人がですね、家庭や職場にウイルスを持ち込まない、本当にいつどこで感染をするかわからないという状況があります。これまでも何度か申し上げておりますけれども、いつどこで誰もが感染をするリスク可能性っていうのはありますので、それを広げない、他人にうつさないという行動をぜひお願いを申し上げたいというふうに思います。そして今後の一定程度、今札幌市内感染状況収まっている状況ではありますけれども、夏休みが終わった、お盆で人の例年よりは人が少ないとはいえ、人の移動があったという状況がありますので、この2週間10日2週間はですね、やはり注意をしていかなければいけないかなというふうに思っておりますが、今後感染を拡大をさせないために、先ほども申し上げましたが、一つはすすきの地区におけるですね、いわゆる繁華街での感染防止対策を継続、そして、いわゆる接待を伴うお店以外のところの検査なども含めてですね、感染対策ということを徹底をしていきたいというふうに思います。こういう協力をお願いをしていきたいというふうに思います。加えて医療機関、それから福祉施設等で感染者が出ますと、そこからのクラスター感染が拡大をしていって、高齢者の方が重症化をするというリスクがございます。そういう意味では、そういう場所にお勤めの方、出入りする方、そういった方には特にですね、注意をしていただくということ、それからお一人でも仮に発熱などの症状、入所されている方、入院されている方などからですね、発熱などの症状が出た場合には、早く保健所の方にご連絡をいただいて、その施設なり、入所されている方、入院されている方、あるいは従業員の方の PCR 検査を早期に行うということが重要だというふうに思っておりますので、そういったことについて、福祉施設、医療機関に対して改めて周知徹底をしていきたいというふうに思います。それから若い世代の方のですね、注意喚起につきましても、各大学、今道外でも大学の合宿でありますとか、そういったところでですね、合宿所などでですね、感染が拡大をしているという状況がございます。改めて各市内の大学への協力、これは北海道知事と連名で
通知を出すというふうにしていきたいというふうに思っておりますが、若い世代に向けた注意喚起についても取り組んでいきたいと思います。そして最後に市民の皆様へのお願いでございます。先ほども申し上げましたように、感染経路のわからない、リンクを追えない方の感染者ということも増えてきております。そういう意味では道内外との交流、人の動きがありました夏休み、お盆時期、その2週間程度というものは注意をしていかなければいけないというふうに思っておりますので、市内の感染状況ということを逐次確認をいただきまして、引き続き新北海道スタイルの実践、手洗い、マスクの着用という基本中の基本の取り組みを重ねてお願いを申し上げたいと思います。そして、万が一に備えまして、接触確認アプリでありますココアでありますとか、北海道のコロナ通知システム、これはお店に行ったお店などでの登録ということでお願いをしてございますが、やはり多くの方に登録ご利用いただくということがこの効果を生み出すということになります。もし陽性者と接触をしたという通知があった場合にはですね、無症状であっても PCR 検査をお受けいただくという体制にしていきたいというふうに思っておりますので、まずはこういったシステムの登録をお願いをいたします。そして万が一通知が届きましたら、接触した可能性ありますよという通知がありましたら、症状の有無にかかわらず札幌市の相談窓口の方にご連絡をいただきたいというふうに思います。で、今のこういう接触通知があってもですね、PCR 検査を受けられなかったということが全国的に問題になっておりますけれども、札幌市としては無症状であってもこういった方々からの通知を受けて検査を受けていただくということにしていきたいというふうに考えております。ご自身の行動、このことがご家族あるいは大切な方を守るということにつながってまいりますので、皆様方のご協力を重ねてお願いを申し上げます。私から以上です。